でもちょっとナナメさんも怪しかったけどな。発見する直前。こっち側に来ようとしてたから。今のふーん考察が測れそう。やばい。今のはい、それじゃあ、インポスターの方はキルと、サボタージュを10秒後、しっかり数えてからお願いします。 3! チレチレ多いね。初手左ムーブするって話だったか。怖えんだよな。死なねえ動き大事だからな。勝ちたいしね、やるからには。カード差し、これね、音声認識なんで、んーしゅっんーしゅって言わないと解除されないんで、置いといてください。よし、早っ。でっか、そのまま。カスターさん。カスター 10! 1、1。キュリティ、カメラ光、カスタースナザメ、ベベン。どっちかな。ベポの方行くか。近寄っちゃダメだよ。後で言うか。忘れてたらコメントで、生放送のコメントで教えてください。教えてあげてって、メットペイの話。あん、びっくり。なるほど。と、エレクトリカル入ってすぐのところで死んでました。はい。神谷さんが。あ、ごめんなさい、もう一回お願いします。エレクトリカル入ってすぐの場所に死体がありました。中ですね、はい、でも奥じゃないです。エレクトリカル手前側でした。手前側エレクトリカル入ってすぐ、はい、手前側、もう通路からも見えるんじゃないかなぐらいの距離に置いてあったんで、まあ最近なんじゃないかなって思ってます。ああ、そのロワストレージからロワエンジンに向かおうとすればもう視界に入る感じ、位置的には。入るか入んないか微妙、その入ってすぐ右側なんですよね、ちょっとだけ。あ、まあまあ了解しました。はい、了解です。現です。ナイトミヤさんを結構お見かけしたのでお話ししていいですか。はい、エレクトリカルで、リアクターが鳴ったの覚えてらっしゃいますかね。あのタイミングで私、ストレージからエレクトリカル方向の通路に走ってたんですね。でリアクターに行こうとしたらリアクターすぐ直ったじゃないですか。なんで、じゃあエレクトリカルのタスクをやろうと思ってエレクトリカル入ったら、その中にナイトミヤさん来られたんですよ。でその時点では生きてます。でゲンは先に出て、それ以降は分かんないって感じです。直したのもゲンさんですか。リアクターはゲン触ってないだから、リアクターはスナザメカスターですね、直したのは。オッケーです。じゃあその二人にリアクターを鳴らした犯人はいなさそうですよね。そこで直りましたもんね。死体の位置ってもう完全にエレクトリカルの中、中はですね、通路には出てないってことか。俺ね、アドミン見てたんだけど、はい、2人になるタイミングってこの通報のねちょっと前だったと思うんだよな。基本1人だったから多分それ死体だと思うんだけど、カウントはされてると思います、場所的には。だからどうだろうな、何秒前ぐらいだろう、2人だったタイミングがあったんだけど、ちょっとだ、十数秒は経ってると思う。あ、じゃあもう、殺してすぐ逃げて、でバケウカが来て通報、ちょっと待ってね、かな。あ、でもそうか、はい、そうか、いやいや、ごめんなさい。ってことは弁当の中にいるのかな。タイミングでは絞れなさそうです。いや、無理だ、無理か。まあ、最終位置、洗うか。バケウカが一応、押してほしいかな、ボタン。はい、リボタン、お願いします。ミュートで。ベベンさんミュートで。あ、すいません。し、今日はね、お久しぶりの人が多いですね。タッカーとか、マスターさんとかね、久しぶりですね。じゃあ僕から一個話させてもらっていいですか。はい。はい。僕、
その監視カメラ見てて、でそっからロアエンジンってエレクトリカル、さっき下発見の時ロアエンジンからエレクトリカル行く時にバケウカさんとすれ違ってて、でバケウカさんがエレクトリカル入ってって、そこで死体見つかったんですけど、そのバケウカさんとすれ違う前、うん、もう一人すれ違ってた人がいたはずなんですよ、確か、確かに。だけど、うん、誰だったかちょっと忘れちゃって、うん、ゲンさんなんじゃないですか、今の話からすると。あ、さっきの話からすると、ゲンはちなみに、エレクトリカル出た後はロア、アッパー、カフェテリアって戻ってます。カフェテリアで、センターさんとお会いしてますね。どっちかというと弁当っぽい気がしますけどね、うん、出てくのにわざわざ通ると。これね、はい、アドミンで見てたんだけど、ベッドで出る場合だったらセキュリティに出てるかな。セキュリティはでも、ね、メドベイにね、多分3人か2人いたと思うんだよ元から、メドベイ、スナザメ、アベベンがいて、だよね。で、弁当から来るのが怖かったから、ずっと弁当ガン見しながら助け合ってたんで、メドベイの。でもあれが弁当の中入りっぱなしもあるのか、一応。入りっぱなしも一応ある。あの入りっぱなしでもアドミンのカウントに含まれる。あ、じゃあエレクトリカルには絶対入りっぱなしになってないの。そういうことだよね。そういうこと。メドベイが3になる瞬間は絶対ない。うん。あれ？じゃあ弁当にいたってことですね。弁当にいたんですかね。メドベイが3になってるんだったら。ちょっとだけ疑ってるんで、最初位置聞きたいです。誰スナパイさんの最初位置聞きたいです。リアクターにいるよ。いた。ああ、なるほど。了解です。アベベンさん、リアクター直したタイミングでアベベンさんがセキュリティ行ってカメラ見てたんで、はい、まあ、犯行は不可能な、ではないかなとは、一応思ってますね。で、エレクトリカルで殺して、ベントでセキュリティに来たっていうのも。ちょっと絞れんね。なんかリアクター直った後に、ゲンの時系列だと死んでるので、直したからといって白くもならないなという感じがします。うん、直す前に死んでるかもしれない。けどまあ一応自分で言っといてあれだけど、それだとリアクターで向かうときにあるからね。まあ可能性の話、マジで。ペア作った方が良かったかな、まあ、にしてはちょっと絞れなすぎてるからな。リサン試験、はい、やーす。エレクトリカルのね、ストレージとエレクトリカルの間のツールなんだけど、ほぼエレクトリカルの前、中じゃない。またエレクトリカルか、うん、すいません、ちょっとバグって投票できないです。はいはいはい、言っとくと、バケユカが殺されてて、レポートが高田さん、はい、あれです、うん、その高田さん的になんか例えばそのすれ違った人とか怪しい人みたいな、コミュニケーション側に行った人間がいるんだけど、ストレージを通過して、あれ誰ですか。砂亀ですね。砂亀さんじゃないですか。自分砂亀さんと多分バケウカさんって3人一瞬ストレージにアドミン移動で会ってるんで、でシールドのタスクしに行きました、うん、なのでまあ私は絶対今回の犯行は無理です。うん、うん、右に行ってて砂亀さんだ、間違いないと思いますね僕は。先端アベベンが違うというのも証明できそう。うんうん、僕してるで3人メドベイで一緒になった後、僕はメドベイの作業終わったんで出てったんですよね。うん、で多分2人残ったよね、センターとアベベさん、うん、で僕その後セキュリティでカメラ見てて、メドベイから出てってアドミンに入ってかアベベさん見たから、うん、ああまさにその通りです、はい、うん、弁当入ってないのが証明できるし、うん、俺がセキュリティにいたことで弁当から出てきたっていうことも否定できる。あとはもうあとでゆとりゲンカスターの誰かって、ゲンです、追加の情報出します。ゲンとセンターさんとカスターさんはウェポンでご一緒してますの で、はい、で停電が起こった後もカフェテリアぐらいまで暗い中で結構かすりました。私は少なくとも、うん、センターさんとカスターさんは絶対白だと断言できます今回、うん、僕も同じ。ゆとりさんしかいないっていう。そして自分出るんだったらアドミンで砂亀さんと会ってるんで、あ、ただ私背中にストレージで、うん、ゆとりさんがなんかいるなっていうのを見届けながらシールドに行ったんで、その後エレクトリカルに向かったんだったら
一応犯行は可能かなとは思ってます。ゆとりさんか高田さんだと思いますけどね。ペアでいいんじゃない？しっかりスキップ、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 はい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 。ゆとり投票してね、しっかり。じゃあ俺ゆとりさんと動くよ。それはいいかな。じゃあおさらっていいですかね。うん、ペアでいいと思います。高田さんと動きます。高田さんとゆとりさん。このゲーム投票し忘れるからな。だけやってても僕も隣にやっちゃうからな。弁当じゃね今の。いや、じゃあ弁当でいたか今。チャンネル登録ありがとうございます。バイカスターゲン、チャンネル登録ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。ボットになるか、実況せずに楽だ。もう永遠にチャンネル登録ありがとうございますって言うだけの機会になろうかな。そろそろ死体発見するかボタンを押さないとやばそう。あ、怖い。怖いね。チャンネル登録ありがとうございます。やばくね？めちゃくちゃしんどるが。うわぁ、まあ、一応発見したので発言します、砂ザメです。ストレージからエレクトリカルに入るその通路、もうストレージから通路に入った瞬間のところに、カスターさんが死んでました。じゃあ直しに向かってたのかな？停電直しに向かって、ストレージからエレクトリカルにの通路に踏み入れた瞬間にレポートになったからどこだどこだって言ってカスターさんの死体を見つけた感じです。停電の中で。今日はゆとりさんだな、とりあえず。はい、ゆとり証言します。高田さん死んでるんで、高田さんとナビゲーションで、一緒にいました。その時に砂場さんもいて、阿部弁さんかな、一緒にいたので、そこで停電して、で、エレクトリカ向かっている途中で砂場さんと多分体見えてるぐらいで動いてると思うんで、そこ証言してもらえれば。ね、停電が起こったタイミングで、はい、僕はナビゲーション手前の配線をやってたんですよ。はいはい。で、停電直しに向かっていく3人の後ろ姿を見てた。スナパイさん、それは高田さんまだ生きてる時ですか？うん。で、それは最後の停電の時ですか、それって。そう、最後の停電。じゃあ高田さんが死んだのもそこら辺ってことかの可能性が高いかな。エレクトリカル、まあでも今日はもうゆとりさん釣りになっちゃうかなとは思いますが、いかがでしょう。ゆとりさん視点で、その、はいはい、なんだっけ、高田さんを殺した可能性がある人って誰ですか。まあでも近くにいたんで、砂ザメさんじゃない、阿部弁さん、ごめんなさい、阿部弁さん今俺黒くなってるんですけど、死んでる。あ、死んでる。あ、したら、阿部弁さんが砂場さんなんだ、砂場さんですかね。オッケー、ゆとりさんに投票します。現在あと2個ぐらいなので終わったらエレクトリカルにいます。あれ、4人だからね、4人だからボタンと死体発見と意識を高めに、うん、はい。
これバグですね。慣れてっから。これでもいつ死んだか分かっちゃうの。あれだよね。レポートした瞬間死ぬってことは分かってるから。バグのせいで仕方ないけど。砂鍋さんじゃないんだよな。直前で砂鍋さんがどっかで殺す、ない限りは。いや、それもないな。同時だから。議論中はね、言わないようにしましょうかね。バグの話なんで。OK。こうはこっち行くの。ナパイさんじゃね？とりあえずゆとりさんはもう間違いないです。あのめっちゃ斜め様怪しかったけどな。あの発見する直前こっち側に来ようとしてたから。あ見ちゃったのに、見ちゃったら遅かったか。反射神経が見たのに。私見ました、弁当から出てくるの。わあ、もうどっちだーどっちだ、やだやだやだ。これもですどこですか、場所は。アドミンのトの字の通路のインデスラッシュ、ちょうどもう真ん中ぐらいです。オッケー、ゲンさん絶対違うわ。砂ザメさんやこれ。そうですね、まあ、ゲンずっとエレクトリカルしかいないんで。で、砂パイさんがゲンを通ってエレクトリカルに入っていくのを見ましたが、砂ザメさん、砂パイさんが殺してからエレクトリに来たパターンもあるので、ゲン目線ではどっちもありえます。ああ素晴らしい。まあそうか、冷静で、ちょっと私目線も正直どっちでもあるので、あ、うん、あ、ゲンが、でもゲンがさっきの発言を、ゲンさん、聞いてください聞いてください、はい、殺されたのは本当に直前です、はいはい、というのも、O2 で先端さんと一緒になって、はい、で私の方がタスク終わるの遅くって、先端さん追いかける形でウェポンカフェテリアで下に行ったんですよ、はい、そしたら先端さんが死んでたんで、なので直前です本当に。ちなみにゲンです、停電を直されたのはどなたでしたっけ。スナザメさんの方が直してる。私が直しましたね。ちゃんぱらけど、どっちこれ。スナザメさん、ゲンです、質問です。スナザメさん、もし停電直されてるんだったら、ゲンと途中でニアミスしてませんか、どっかで。して、ごめん、わかんない。あ、俺は多分、もしかしたらだけど、アドミンに入ってった。いやー、ごめんね。ゲンのタスクがアドミンのあのアップロードだったんですね。で、その後、うん、エレクトリカルの入り口まで一直線に行って、そこでただじっとしてたってわけです。ので、もし配電盤をスナザメさんが直されてたんでしたら、アドミンに戻るときにゲンとどっかですれ違ってないかなって今思っちゃった。ちょっと唯一すれ違って覚えたのがセンターさんだったんで、ごめんなさい。ちょっとここは記憶ないです。ごめんなさい。あれ、ってなると、合わせたい。正直、ごめんなさい。A さんは自分の白さを言ってほしいけどね。スナパイさんの方が怪しく見えちゃってるな。いいぞ。なんか昨日の3キルが停電ドサクサキルに見えちゃってて、スナパイさんも一応容疑ができる位置にいたので、いいぞ。だとごめんなさい、私スナパイさんに入れます。素晴らしい。ゆとりさんに僕は塗られたということになりますね。間違ったらごめんなさい。マジか。あー、マジか。今カフェテリアから追っかけてったって言ったじゃない。いやー、スナパイさんだ、スナパイさんだったら殺す意味ないけどな。レポートも国マジか。いや、スナパイさんごめんなさい、俺アベレンさんに生きてると思ってて、マジか、アベレンさんに塗ろうと思って 0.1 秒で申し訳ない。スナパイさん、これはアベレンさんごめん、俺の人全然アベレンさんに塗ったな。私黒かったか。多分ゲンさんが最後に見てたからのが スナパイさんの方だったからじゃないかなっていうのと、あと直前さっきの、スナザメさんの証言を主張すると、ゲンとすれ違ってるタイミングがどっかであるはずなんですよね。でもその話がスナザメさんが出てこなかったので、あ、どこですれ違ったんだろう、ゲンさんと。スナパイさんありがとうございます。いやいやいや、もう私も
キルしてほしい時にキルしてくれたんで、いやあの3キル絶望だったね。うまかったな。スナパイさん最後の盤面ってカフェテリアからすぐ動いた、カフェテリアからすぐ動いたんですけど、はい、先端にもしかしたらだけど俺見えた、うん、弁当入ったの見たからダッシュでボタン押したら殺された。道中で引っかかれ引っかかれコーナーで引っかかれっつって、いや反射神経が遅かった。あの、ね、僕視点ね、あの新たなねバグが動機ずれのバグが起きてて、あの僕幽霊でずっとあのスナパイさん見てたんだけど、スナパイさんがずっとカフェテリアで棒立ちで動いてなくて、あ俺の視点もゲンさんがずっと棒立ちしてた。で多分スナパイさんが多分アドミンかどっかの実際本当に弁当に入ったタイミングでカフェテリアのボタンの上から急に弁当の入るモーションでスナパイさんが消えたのよ、カフェテリアから。そういうのも凝ってた。じゃあまた私がもしかしたらそのタイミングだけ見えないとかもワンチャンあるのか。で、いやどうなんだろう。で、多分スナパイさんが弁当から出たタイミングでまたカフェテリアに、何もないカフェテリア、何もないボタンの近くからスナパイさんが弁当から出たモーションで出てきて、でセンターさんの死体が発見されてスナパイさんの姿が消えた、うん、という、うん、ちなみにスナパイさんあの3キルの時って、はいはいはい、結構最後の2キルカスターさんともう一人殺したのは結構、あ、これがですね、カスターさんはもっと前に殺していましたね。あ、そうなんだ。停電前だったけど、そうです。停電前どころか、多分リアクターにみんなが集まって散ってた後に殺しました。うん、あ、そうだそうだ。うんうんうん、もうその時、俺はもう、スナパイさん結構白いんじゃねこれ逆に、みたいな感じで。一緒に来てくれそうだけど、タスクを、左下のタスク離れるのがあまりにも早すぎて、あやばいかもって思ってんで逃げたらもう時すでに遅してました。最後4人で O2 でセンターさんと2人っきりの時怖かったわ、なんかで殺されなかったから、あセンターさんはめちゃくちゃ白いなと思ってそのまま行ったら死体で発見されたからうわーと思ってね。あ、開幕のナイトメアさんキルは結局どういう流れやったんですかね。 どなたがやられてどういった あの2人いましたね。僕なんですけど、あ、ゆとりさんだ、一緒に行かない、うん、一緒にお茶しないっつってエレクトリカル入ったら、うん、出てこようとするナイトメアさんがいたんで、とりあえずキルしとくかっつって、はい、てで殺した後に入り口入ってくるやついたら殺したと思ってずっと待ってて、なるほど、ね、バイさんが安全に逃げたの見てから自分弁当行って、それでメッドベイに行ったんで3人になってたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、弁当の中でレポートされた感じがゆとりですか。そうです、そうです。いや、正確には、ベッドベイに出て、砂ザメさんを殺そうと目の前に行ったところにレポートされて、あ、済んだと思ったんですけど、多分ラグでバレてなかったんです。いや、もう、ずっと弁当に、から凝視してたんで。殺しちゃおうと思って、あ、もう殺せると思って、殺す直前くらいでボタン押されて、あ、終わったって。あれ見なかったけどなぁ。ラグなんですかね。ラグかなぁ、うん、いやだからそのメドベイはとにかく弁当から出てきてキルしてすぐやられると思ったから、すぐ逃げられる準備しようがないとってガン見してた意識があったから、まあもしかしたらラグだったのかもしれない。うん、あれがバレてなかったのがちょっと救いでしたね。ああ、なるほど。